どうもお久しぶりです。約2ヶ月ぐらいですね、動画投稿していません。申し訳ございません。いろいろありまして、なかなか、アップができない、状況下に置かれておりました。今年に入ってからちょっと仕事を新しく始めたりとか、そのあたりでいろいろ大変なことがあって、ちょっとなかなか動画も撮れないし、で山にもちょっと登ってはいるんですけど、低山、地元の低山しか登れないっていう状況が続きまして、ちょっとだいぶ遅くなっちゃいました。またこれから徐々にマイペースに上げていこうかなと思ってますので、引き続きよろしくお願いします。で今日はなんですけど、立山ですね、マイホームの山なんですけど、通ったことないハイキングの周回コース歩いていこうと思います。いつも健脚コースとか中道コースでトレーニングしてたりするんですけど、ここのところは今日歩くコースは初めてなんで、ちょっとどんな感じかすごい楽しみにしてます。今日はここのコース行きます。ここのコースから行って、この瀬音の森コースですかね、ここにぐるーっと周回コースで、で帰りはこの健脚コースで帰っていきます。いつもはこの健脚コースか、ちょっと乗ってないんですけど、この辺りから出てる中道コースがあるので、そこでいつもトレーニングしてます。今日はぐるーっとゆっくり時間かけて周回していきます。ベンチ発見しました。いや、ああやっての登山道のベンチ見ると、去年登った常念岳の第1、第2、第3ベンチを思い出しますね。いや懐かしい。もう本当去年はいろんな山行ったんで、もう今は全然行けてないんで悲しいですね。仕方ないんですけどね。今だいたいスタートから1時間ぐらい経ちましたけど、ずっと川沿い歩いてるんで、風が涼しくて気持ちいいですね。今日は名古屋最高気温が26度なんですけど、全然下回ってます。めっちゃ涼しいです。最高。はい、今山頂じゃないんですけど、途中の展望所まで来ました。ここにいくつかベンチがあるんで休憩できます。いや暑いな。ちょっとまだ水分取ってないんで、ここで水分休憩取ります。
はい、多田山頂着きました。お疲れ様でした。ちょっとね、今日はあいにくの天気でちょっと曇り空ですけど、まあ、しかもさらには向こうガスってるんで遠く見えないですけど、風が気持ちくて最高です。それでは下山したいと思います。お疲れ様でした。Places, oh.